で、リハビリっていうのもなんか一緒らしいんですよね。で、今大先生がある程度こう弾けるようになったのは、右手をね、こう動いてた時期をイメージしてくださいっていうふうに言われたんですよ。それをイメージした成果はかなりできるようになりました。ですから、このイメージをする力っていうのはね、こう大変、かなりいいものらしいですから、皆さんもこう少しなんかこう更新してみるような感じで少し聞いてみてください。じゃあ竹田節を弾いてみたいと思います。手拍子をさせたい。じゃあ僕に合わせてこんな感じでできますか。ちょっと練習をしますから演奏だけやって1、2、3、はい。それ最初分かりにくいと思いますので、最初の曲はちょっと参加しようかなと思いますのでね。はい、じゃあ、あとは分かりにくい。はい、じゃあ、竹田節で。じゃあ、僕の手を見てください。はい、1、2、3、はい。